圭さんの声部活後の。 バスを待っている時間が暇だったんで、部室で怖い話をするのが定番になっていました。怖い話と言っても、大体オチが笑える話だったりして、ふざけたものばかり。残っているのが顧問にばれないよう、いつものように電気を消し、ドアはアンプで塞いでいました。その日のメンバーは、僕と、一つ上の先輩二人。外明るいし、ムードが出なくて、 そろそろバスで行こうか、なんて言っていたら、ドアを叩く音が聞こえました。顧問かと思って三人で息を潜めていたら、ドア越しに去年卒業した K さんの声で、なんで閉めてるの開けてよ、と聞こえてきました。いたずらが好きな人なので、予告なく遊びに来たのかと思って、アンプをどけようとしたら、先輩の一人に止められました。 K さんとバンドを組んでいた先輩でした。K さんは今日大学で用事があるって言っていたし、スタジオ練習も断られた。今ここにいるはずがない。そう言われて固まってしまった。でも、ドア越しに聞こえてくる声は確かに K さんの声だったんで、先輩自身も不思議な顔をしていました。そうこうしているうちにも、K さんらしきものは、 ドアを叩きながら。え、なんでひどい。ないわ。ほんとないわ。ここで泣くよ。歌うよ。ジングルベルでいいジングルベルは、ケイさんの持ちネただし、言葉遣いも声も、全部確かにケイさんなのに、なぜか不気味でならなかった。いっそ表現して、全く違う声で、開けろ。 とか言ってくれた方が気が楽だった。いつもの K さんのままだというのが、より、開けちゃいけないんだという空気にした。耐えられなくなった僕たちは、K さんに電話をかけることにした。K さん、今、どこですかえ、何大学だよ。そう言われた瞬間、声も音もやんで、 一気に怖くなって、全員で窓から逃げ出しました。逃げてるうちに電話を切ってしまっていたようで、心配した K さんが折り返し電話をかけてきました。お前ら何なのてか、さっき後ろですげえ叫び声していたけど何 ?K さんの声に聞こえていたのは僕たちだけだったようです。 これが去年の4月の話。これよりあとは僕らにも K さんにも何も起きてはいません。でも未だに物質は怖いです。ファミリー向けアパート。5年ほど前の話になりますが、以前住んでいたアパートでの出来事を、当時仕事の関係で急遽引っ越すことになり、 子供も生まれたばかりで、急いで、ファミリー向けのアパートを借りました。アパートは2階建てで、3世帯ずつに分けられていました。かなり家賃は高かったんですけど、すぐ入れて、かつ、角部屋だったので、即決めて引っ越し。引っ越しの荷物を運んでいると、隣の部屋から、男の子が出てきて挨拶してくれました。その後、引っ越しも終わって、 お隣さんなどにご挨拶。全部屋ファミリーで子供が騒いでも気にしないでね。なんて言ってくれてここに決めてよかったと思いました。そしてそのアパートで一年くらい暮らしたある夜から異変が起きました。お隣さんの部屋から毎晩毎晩大音量でウルトラマンのテーマソングや 仮面ライダーのテーマソングが聞こえてくるんです。お隣さんの子供が男の子だったことを思い出して、寝つきが悪いから見せてるんだなと思いました。しかし大音量は2週間くらい毎晩続いたある日、大きな声で、ライダーキックと叫ぶ大人の声。さすがに夜中に騒ぎすぎだと思って講義に行くと、 インターフォンの受話器が外れているのか、中からライダーキックのレンコが、話にならないんで、恥ずかしながら警察に電話。ちんぷんかんぷんなやりとりでしたが、騒音苦情ということで対応してもらいました。対応した警官の方が帰りに寄ってくれて、対応した旨を伝えてくれました。ただ引っかかることが、 旦那さんが特撮マニアらしくて、としか説明してくれませんでした。それから三日後くらいにお隣さんは引っ越しました。それから一年くらい経って契約更新の時に不動産屋に行った時、困ったことはないかと聞かれました。そこでこのことを話すと、不動産屋さんはげんな顔をしました。そして一言。いや、あの夫婦、 お子さんなんていないですよ、って。バッグ持ったおばさん。学生時代、一人暮らしをしていた時のこと。具体的な場所は伏せるけど、その頃住んでいた家は、都内の某大通り沿いから少し奥に入ったところにあって、そのせいか、家賃が比較的安いのが魅力だった。 学校に行くときは、その道路沿いの道を歩いて駅まで行くんだけど、住み始めてすぐ、変な人がいるなって思うようになった。週2、三日、まあ学校の行き帰りの、だいたい決まった時間しか、その道は通らないので、時間が合わなかっただけで、もしかするともっとかもしれないけど、いつも同じ場所に、バッグを持ったおばさんが立ってる。ガードレール越しに、 ずっと道路に向かってブツブツ言ってる。言葉は悪いけど、ちょっと頭が荒れな人なんだろうな、ぐらいに思っていた。周りの住人はいつものことみたいな感じで、特に気に留める様子もなく、おばさんを避けて道を通る。時々巡回のおまわりさんが困った顔をして話しかけてる姿もあった。はじめのうちはチラチラ 様子を伺いながら道を通っていたけど、次第に俺も気に留めなくなっていった。ただ一つだけ引っかかっていたことがあった。家から駅までちょっと距離があるから、雨が降っている日は駅までバスで行っていたんだけど、そのおばさんの前をやっぱり通るんだよね。バスって高さがあるから、まず目線も合わないので、その時ばかりは時々、 横目で見たりしていた。うつむいていて顔が見えないんだけど、いつもおばさんは左手で傘を差しながら、バッグを器用に左手の空いた指に引っ掛けて右手をブランと下げていた。別にそこまで気になることでもないんだけど、両手で持たないことがちょっと不自然で。そんなこんなで特に何事もなく、今は就職で引っ越して、 そこにはもう住んではいない。おばさんが幽霊だっていうオチもなく、話はここまでなんだけど、あのおばさん、子供と手を繋いでいるんだと思う。一緒に、あの車あの車って。自分の子供を引いた車をずっと探してるんじゃないかな。多分だけど、間違いないというか、うまく説明ができないんだけど、 一度だけバスの上からおばさんと目が合った時になんとなくそう理解をしたんだ。夜道さん。学生時代からアルバイトで総合大工みたいなことをやっていた。水道もガスもプロパンも家も道も電気も田舎なんで何でもやる職場だった。その仕事のうちの一つなんだけど、 ヨミジさんを呼んでくるってのがあった。ヨミジさんは普段はお寺の和尚で風水なんかもしてる。多分職業の名称だと思うけど、新しく家を建てるときなんかに来る人。地元の人の認識だと、土地で何があったかなどの事柄に精通してる人って認識だった。高校の3年間そこで働いたけど、 建設許可が出なかったことなんてなかったんだ。でも俺が社会人になってから結構頻発して、よみじさんから NG が出ることがあった。おっさんたちと一緒に会社のユンボとかを使って面白がって掘ったりした。遺跡が出てきたり、村上水軍のものだったと思わしき旗みたいなものが出てきたりするから、みんな面白がって今まで NT が出たところを夜中掘り返そうって話になった。おっさんたちはノリノリで、高校生たちも22時くらいまで連れ回すことになった。昔の記憶を頼りにおっさんたちが、ここら辺やったかな、とか言いながら掘った。人骨や土葬時代の名残なんかも出てきて、気味悪がって楽しんだ。 よみじさんが行ったところは全部掘ったんで、地元の岩く好きの場所を掘り返してみようってことになった。最初はみんな乗り気だったけど、亀の伝説が残る地に行こうって話になり、そこでおっさんが一人脱落した。理由は、そこで影の化け物を見たことがあるからだそうだ。そんなことは気にせずに、俺たちは、亀の伝説が残るススキ野原を掘り返した。 掘り返していくと大きな岩に当たった。ユンボが小さくてどけれないし、周りを掘ってみたら遺跡のようなものが出てきた。中は洞窟状になっていて入れるし綺麗だった。奥に行くと半夜のお面がたくさんあった。そこら中に落ちていた。その先に大きな布をかぶせられている箱みたいなものがあって、 それを見た瞬間におっさんの一人が、帰ろうと言い出した。仕方なく帰ることにして、その日を境に掘り起こしたりする遊びは終わった。その後匿名で電話をし、すぐ調査されて、新遺跡発見がニュースになった。中にあった大量の般若のお面については報道はされなかった。参加した人たちはみんな無事だけど、あのおっさんが、 もう帰ろうって言った原因が一体何だったのかが気になる。加害者と警察。自分事故に遭った時、加害者に身分証を隠された。理由は、身元不明だったら賠償金は少なくて済む。ただ瀕死だったけど、がっつり生き残ってしまったのと、 いつも使う通勤経路で事故にあったんで、証言からすぐ自分の身元がわかって、結局無駄だったけど。その後、加害者の親と警察が、まだ子供のやることだから、同転していたんで。で、加害者19歳、ナナーで済ませようとした。断ったら、半ば脅迫になった。警察は、あんたが意地が悪い。 意固地になりすぎだ。でする。そのうち病院側からも。定院してくれませんかと言われた。毎日毎日、加害者家族や警察が病院に来たから。誰も助けてくれないわ。傷は残るまで自分に切れた。オカルトにふさわしい結論。穴二つと言われようが聞きました。わら人形は、現物の方がインパクトがあったみたいだけど。 結論から言うと、加害者一家は、加害者本人しか生き残っていない。時短後数年して、加害者父が病気で入院。で、その見舞いに行く途中で、加害者母が事故し、父も入院原因の病は治りかけていたものの、結局亡くなった。こっちの訴えを無視してた警察の人間。 主要な面々は四人だったんだけど、全員警察を辞め、その後一人が自る、一人が事故死、残る二人も病気で、通院と薬が欠かすことができない状態だとか。生きてる二人からは猛烈にお詫びされたけど、別にもうどうでもいいですって言ったら泣かれた。自分はこの腕で、片方の腕ととある臓器をやられたんだが、 死んだ人間のほとんどが必ずどちらかが原因で死んでいる。事故死した二人は自分と全く同じような状態で死んだと聞いた。加害者は自分たちまで呪われると思ったのか、実の祖父母からも親戚からも縁切りされて、いいとこのお坊ちゃんだったのに、今はアパートでほぼ2位と、この不況で仕送りもなく遺産関係も ほぼないと言っていた。昨年くれ、ばったり会ったとき、てめえがしんどきゃよかったんだって怒鳴ってきたんで、反省はしていないっぽいけどね。午後からの、あなたの運勢を占う。午後からじゃんけんタイム。それでは、皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか じゃーんけーん。ぽん今日の私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなた。午後からラッキータイムでございます。でね、皆さん。あの、伝説の名作。かまいたちの夜がですね。なんかまた出るそうで、あ、出たそうでございます。えー、プレステ4、スイッチ、スティーム版、ということでね。 ねえ、な、なんだろうこれ。新作新作なのこれ。新作ではなくて、シリーズ全体を楽しめるだから、一作目、二作目と、シリーズ完結編の三部作を収録ということでね。まあ、総集編、ですかね。私ね、やったことあるんだよね、かまいたちの夜。 ただ、どれやったんだろう一作目はね、プレステじゃなくて、プレステじゃないハードやった記憶があるん、あ、一作目はプレステ、えちょっと覚えてないけど、なんかね、やったよ。<laughs> でもね、全部はやってない。から、やってみたいね、これ。新かまいたちの夜ってなかったっけね、かまいたちの夜、ちょっとやってみたいですね。ということでね、皆さん。 まあ週末また3連休ですからもしよろしければね、かまいたちの夜でも楽しんでみてはどうでしょうか。スイッチ版だけはパッケージ版も発売で、他はダウンロード版ですかね。ということでね。またお会いしましょうね。おはなれこんでした。またね。